今年2月 A1 ワールドマックス日本代表決定トーナメント、小比類巻からあのバックハンドブローでダウンを奪った須藤元気、なんとフライドチキンを頭にかぶって頭から煙を出している。いつもの通りこの派手な入場パフォーマンスでやってまいりました須藤元気。さあ須藤中継でお送りしてまいります。解説は K-1 プロデューサーご存知、聖堂会館館長石井和義さん、そしてゲストに元 WBA 世界ライト級チャンピオン畠山貴則さんをお迎えいたしましてお送りしてまいります。お二方どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今須藤とキムジンウ、この両者の対戦がゴングが鳴りました。第1ラウンド、おっといきなり後ろ回し、飛び蹴りでやってまいりました須藤元気。3分3ラウンド3ノックダウン制、おっと今度は後ろ回し蹴りはキムジンウだ。立ち上がりから両者がこの回し蹴りを出していきました。まず石井さん、この須藤元気とキムジンウというですねこの対戦ですが、須藤が今度の試合見てるみたいですね。そうですね、いや、おっとかかと落としを見せていますよ須藤も。左から後頭部のあたりに叩き込んでいこうという、須藤も言っていましたが、相手がテコンドーのチャンピオンならこっちもテコンドーで対抗しようじゃないかと、じっくり入念にテコンドーを学んできたそうですがね。そうですか、はい、彼を知り己を知れば百戦危うからずと、そういう言葉なんですと言っていました。あ、おっと後ろ回し蹴り、この辺りは須藤がカットしている。畠山さん、はい、前回5月にこの須藤が小比類巻を相手に、はい、あのトリッキーな動きで翻弄して、びっくりしましたね、ダウンを奪いましたね。はい、今回は前回以上にトリッキーな動きを身につけてるんじゃないですかね。そうですね、はい、さあこの動きです、こういった動きですね、どこに来るのかと思わせていくこの須藤の動き、今度はどうだ。今のあたりはカウンターでバックフローで狙っていくというあたりです。左のストレート、一瞬の隙を逃さず相手の懐を長い飛び込んでいこうと、大変石井さんワクワクしますねこの須藤が出てきました ね、 なんか究極のなんか、はい、格闘技戦みたいな感じですね、はい、それにしても総合格闘技のこの須藤ですが、総合格闘技の立ち技もできて寝技もできる、それが総合格闘家、しかし自分は総合格闘家として立ち技だけでも勝負できるというところを大きくアピールしていきたいんですと、それが真の総合格闘家ですと須藤が話しておりました。この第1ラウンド、まもなく1分50秒というところになります。前回の5月の戦いが須藤にとって初めての立ち技だけ、打撃だけのその戦いでした。本当にこのキックボクシング界、あるいはその空手界のある種度肝を抜いたというようなこの須藤の姿がありました。そうですね、ローの打ち合い、そして右のフック、ちょうどフック、キムジンウ。さあ大韓プロテコンドー大会優勝者のキムジンウ、須藤もこの第1ラウンドから様々な用意してきたその技を見せていこうというところですが、相手との兼ね合いどうか。バックロー、バックローから左のジャンプ、前回はくるくるとあまりにも回転しすぎてややスタミナ的に最後は厳しくなってしまったんですと、これは一つの反省点として今回さらなる大きな走り込みをやってきた。右ショート、右ショートファーストダウンを奪いました。キムジンウ倒れた。さあ立ち上がるキムジンウ、入りましたね館長。そうですね、畠山さんどうですか。カウンターで入りましたよ。おっと回転の回し、さあ須藤が乗ってきた、須藤が乗ってきた、右のショートアッパーでダウンを取って、そして KO ということになります。1ラウンド3回のノックアウトを喫した時点でその瞬間 KO 勝ち。さあ第2ラウンドに入りました。右のストレート、立ち上がりバックロー、バックローが決まった。須藤第2ラウンド立ち上がりのバックロー、さあ立てるか、キムジン立てない、バックロー打ちなんかでは決してない、これが須藤、 This is the 須藤です。 We are all one、 須藤がテーマに掲げるこの旗を高く晴れやかにかざしました。日本から須藤、韓国からキムジン、世界王者対抗戦、両者しっかりと抱き合ったこの須藤のバックブロー、見事に右の顔面でした。綺麗な方に入ってますよね、これで終わりかなと思ったらもう一発、まあ言ってみれば2回転のバックブローですね。そうですね、
本当トリッキーですよね。本当ですね、